緑の党は、かつて存在した、フランスの環境政党。政治的には左翼に位置した。創設は1982年であるが、それ以前に、運動の先駆的理論家であるルネディモンが1974年、フランス大統領選挙に立候補した。環境政党の国際組織であるグローバルグリーンズ、欧州では、欧州緑の党にそれぞれ加盟した。 2010年11月13日、ヨーロッパエコロジーイコール緑の党となった。1974年、環境保護運動が政治的、社会的に高まりを見せる中で、地方、国政及び欧州議会レベルの各級選挙に候補者を出すようになった。常日のように、大統領選挙に環境保護論者を代表して立候補したモの挑戦の後、 正式に政党として組織化が始まり、フランスの環境保護主義者は、エコロジー78、エコロジーヨーロッパ、今日の環境をといった団体を設立し、選挙に参加していった。1982年に、環境主義者党と環境連合が合同し、緑の党が設立された。緑の党の創設者の一人で、理論的指導者であったアントワーヌ・ベシテルの下。 統制を拡大していった。1988年フランス大統領選挙では、ベシュテルが党公認候補として立候補し、3.8%にあたる115万票を獲得した。1989年欧州議会選挙では、ベシュテルを比例代表名簿1位に掲載し、選挙戦に臨み、約192万票を獲得した。しかし、党内では、 ベシュテルの右翼にも左翼にも組みしない路線に批判が出、左翼に大きく舵を切ることとなり、1994年ベシュテルは離党し、独立環境運動を結成する。1995年大統領選挙にはドミニク・ボアネが立候補し、101万票を獲得した。1997年の国民議会選挙で緑の党は7議席を獲得した。 選挙後、緑の党は、フランス社会党、フランス共産党と連立内閣を結成することで合意し、リオネル・ジョスパン内閣に参加し、ボワネーは、環境省として入閣した。1999年欧州議会選挙では、1968年五月革命の指導者として知られる赤井ダニーこと、ダニエル・コンベンを代表に臨み、171万5450票。 7議席を獲得した。2002年大統領選挙では、当初、アラン・リピエッツが候補となったが、ニュースキャスター出身のノエル・マメールと交代し、149万5901票を獲得した。この得票率は、公費女性の5%を超え、緑の党が獲得した最大のものであったが、一方で、国民議会選挙では振るわず3議席に終わった。 2002年党内反主流派であったジル・ルメールが当全国初期に就任した。ルメールの全国初期就任によって党内構想は一応の決着を見た。その後ルメールは主流派のヤン・ベイリングと交代した。2004年欧州議会選挙では8.43%を獲得した。翌2005年に行われた欧州憲法批准をめぐる国民投票では 緑の党は欧州憲法に賛成する立場を表明した。2007年の4月と5月に行われた大統領選挙にはドミニク・ボアネが党公認候補として立候補し576,666票を獲得した。そして同年6月の国民議会選挙では4議席を獲得した。2010年の11月13日ヨーロッパエコロジーと融合して ヨーロッパエコロジーイコール緑の塔となった。緑の塔の青年部は2001年ストラスブールで創設され、緑のネズミの通称で知られる。ありがとうございます。